は、君党は大9に三笠宮高人親王と、同妃、百合子の第1番子徳人は寿、老い、秋人はいとこ麻生太郎は義兄に当たる。姉に、この江安子、弟に、桂宮城仁親王と、高窓宮則り人王、妹に千用子がいる。生前の住居は、東京都港区元赤坂2丁目の赤坂、御用地内にあった。 没後の2013年7月31日より、旧友人新農帝は、三笠宮東帝と称されている。皇統府上の記載は、友人新農官の旧事態である、官に、がつくじであるため、政府による公式表記及び、本人の著述活動においては、旧事態が使用されるが、報道等では新事態で表記されることも多い。 ヒゲを蓄えた要望から、ヒゲの殿下の愛称で知られていた。称号は、政治学士、鈴鹿国際大学名誉客員教授。その他、名誉学位として、名誉博士の称号を有する。お印に選ばれた歌手は1946年1月5日、神奈川県葉山町の三笠宮五家宮所にて、三笠宮隆人新納と、百合この第一男子として誕生した。 お父にあたる昭和天皇にとっては、初めて授かったおいでもあった。幼い頃は、姉の安子内親王とともに、節子皇太后に特に可愛がられた。精神女子学院幼稚園、学習院初等科学習院中、高等科を経て学習院大学へ入学した。父の三笠の宮高人親王の教育方針は、法人主義で、子供の頃は、 勉強をしろと言われたことがなかったという。初等科では、他の一般児童とは異なる待遇で、登下校の際の下駄箱が特別室に設置され、ともちゃんと口にした友人は、教師から、何事だ、宮様と呼べ、と怒鳴られた。学校では、スキー、ソフトボール等のスポーツに熱中し、特に小学校4学年からやり始めたスキーは、 高校2年時にスキーバッジテスト1級を取得した。一方、学業の成績はめちゃくちゃに悪かったとのこと。学習院高等科応援団に入り、3年時には団長を務めた。応援団での威厳をつけるため、げは2年時に鼻の下だけ、3年時に顎げも伸ばし始めた。なお、当時の学習院高等科にはげに関する拘束はなかった。 1977年4月1日放送のテレビ番組、徹子の部屋において、ゲスト出演した、自身の発言によると、高校生になると、チンピラのように振る舞い、高校1年生あたりからタバコを吸い、飲酒に至ってはさらに若い頃から始めていたという。1966年1月、青年式に伴い、大工衣に助され、菊花大受賞を授けられる。 同年9月15日に愛車のプリンススカイライン GTV を運転して渋谷区神宮前の表参道を運転していた友人新郎は U ターンしようとしてオートバイを跳ねたオートバイを運転していた住み込み店員が左大腿骨骨折で全治半年の重傷後部座席に乗っていた少年も軽傷を負った人身事故を起こした場合は自動車の運転をやめると 母親の三笠宮妃由里子と約束しており、運転免許証を東京都公安委員会に返納した。1968年、学習院大学法学部政治学科を卒業した。同年4月から1970年8月までの2年間半、イギリスのオックスフォード大学、モードリンコレッジに留学。留学は、父の高人親王や義白母の秩父の宮妃の、 勧めによった。モードリンは、叔父の一人である、秩父の宮あい氏ひとが在籍した学寮でもある。留学当初の英語は、ハウドゥユドゥとサンキューベリーマッチしか理解できなかったが、語学学校、ゴッドマーハウススクールに3ヶ月通い、コレッジに移って、あとは、週に一度の論文を、10あるとしたら、6が7くらいの力で済ませ、残りは、 人と付き合うことに費やしたという。保証人はケ、ケズウィック家のジョンケズウィックであり、妻の実家であるアソウ家も世話を焼いた。イギリス滞在中には、エリザベス2世に招かれ、バッキンガム宮殿で、エディンバラ公、フィリップ、チャールズ皇太子、アン王女の隣席で対面している。欧州滞在中のうち6ヶ月は、スイスとオーストリアでスキーをしていた。 1970年1月5日の24歳の誕生日にロンドンの中英日本大使皇帝において仮装パーティーを開いた。明治天皇に似ているから大元水服を着ろと友人に促され父から騎兵将校の軍服を送ってもらいこれを着た。日本の一部新聞がこれを批判的に報じた。また駐車違反の罰金の督促を受けても これを支払わなかったため、後続である、ともひと新郎に逮捕状が出された。学位を取得せずに、日本に帰国し、1970年から1972年には、札幌オリンピック組織委員会事務局職員として、勤務し、北海道札幌市に居住した。初任給は、41,700円だった。1975年には、 沖縄国際海洋博覧会世界海洋青少年大会事務局に勤務した。叔父の高松の宮信やのと新能の影響を受けて、早くから障害者福祉やスポーツ振興などの公務に積極的に取り組んできた。特に障害者がスポーツへの取り組みを通じて社会参加することを促すため、自らも指導にあたり、社会福祉法人。 ありのまま社の活動に見られるように、施設の運営などにも関与し、講演や著述を通じて、啓発活動に取り組んだ。イギリス留学を機に、国際親善にも強い関心を持ち、日英協会名予想祭をはじめ、諸外国との交際にも意欲的に取り組んだ。皇族としては表に出る機会が多く、東アジア反日武装戦線は、 ともひとを暗殺者リストに入れて、行きつけの理髪店、レストラン、画廊等を調べ上げており、新編警備が強化された。皇族としての制約の多さに苛立ち、1982年に皇籍離脱発言をして、世間を騒がせた。これについて、昭和天皇は、記者会見において、国民の皇室に対する期待が、どのようなものなのかを十分に把握して、 その期待に沿うように努力するように望むと述べた。1995年に、競輪、協定などに名義貸しをして、毎年1000万円近くの謝礼を受けていたことが、国会で問題視された。当時の藤森昭一区内庁長官は、三宅で使う金としてではなく、公共のために寄付するご意向だったと説明した。2012年6月6日15時35分。 多臓器不全のため公居。66歳遺没。1990年代から、がん・アルコール依存症をはじめとする疾病に悩まされていた。1991年1月に、食道がんの手術を行った。1995年までに、舌の付け根、首のリンパ節、喉など6回のがん手術を行い、その闘病経験を1999年に、 闘病期、癌を語るとして出版した。2006年9月16日には洗顔中に、転灯しやごを骨折した。またアルコール依存症により、入退院を繰り返していた1月8日、5度目の入院。入院してからも入院先の病院から公務に出席しており、いわゆる、不適されて出てこないのか発言など行動力と鋭い、絶望の健在ぶりを見せていた。 当初入院は1ヶ月の予定であったが、3週間で退院した。同年10月20日には、米氏とインタビューを行えるほどに回復した姿を見せた。しかし、陰頭がんが見つかったことから、2008年3月に、再び手術を受けた。この時は声を残す方向で手術が行われたが、飲み込みがうまくいかず、4月には肺炎を発症し、再入院した。 この際、喉の一部を塞ぐ手術を行ったが、それが原因で生体を振動させる空気の出口が塞がれ、声を失った。公務の際には、電気口頭を首に当てて、会話を行っていた。2010年8月19日には不整脈の治療で入院、さらに9月の定期検診で新たな喉の癌が発見されたことから12月14日に内視鏡手術を受けることとなった。 2011年2月には、肺炎で入院。同年7月8日には中院登場皮に見つかった、がんの切除手術のため入院している。1991年以降、がんに関連する手術や治療を受けるのはこれで14回目であった。2012年1月には喉に腫瘍が見つかり、財団法人、佐々木研究所附属教具も同病院にて1月10日。 腫瘍と周辺のリンパ節の摘出及び血損部への腹部からの移植処置を伴う手術を7時間半に渡り受けた。術後に細胞組織検査を行った結果、ともひと心脳の病状が喉がんの再発とみられると医師団から発表された。3月には食事の障害になっていた喉の軟骨の除去手術を受けた。 同年6月、喉から2回出血し、輸血の必要性があったことが、4日明らかになった。翌5日、宮内庁は、腎臓や肺、肝臓の機能が、低下状態にあり、意識レベルが低下していると発表した。2012年6月6日15時35分、入院先の東京都千代田区の公益財団法人、佐々木研究所附属協議も同病院にて、66歳で、 皇居同日の宮内庁の会見で、死因は多臓器不全であると発表された。1991年1月の癌発見から21年間、癌の手術や治療は、計16回を数えた。存命児は、結婚を機に、独立の生計を立てていたものの、父宮の志士として、いずれ三笠具を継承するものとされていたことから、宮号は賜らなかった。 宮様という表現が報道においてしばしば使われたが、宮号は一般国民の死のように同一戸籍内の家族すべてに適用されるものと異なり当主のみに与えられるものであるため当主以外の皇族に旧と関することは本来正式な故障ではない。同様の御用は令和時代における皇位継証券。 第2位の久人親王をはじめたの皇族に対する報道にも見られる。2001年12月に行われた長女の秋子女王の成人に伴う記者会見において、全国紙が秋子女王、を三笠宮智人様の長女秋子様と記載したことに、関し親王は自身が総裁を務める日本職業スキー教師協会の広報誌の総裁コラムにおいて、 私は、三笠宮ではなく、ともひとであり、秋子は、三位が、上で、継承は、殿下でなければなりません。したがって正しくは、ともひと殿下の第一女子秋子上王殿下には、となるべきと記した。また、歌詞はとも会の解放、ザ・トドでも、冗談を交えつつ、三笠宮ともひとでなく、ともひとが正しいと書いている。 1947年10月14日に11、三宅51名の旧皇族が離脱する前までは、三宅の数が多く、現在の友人親王のように、獅子であるため、あえて宮号を受けていない親王、王を有する三宅が複数あったため、そのような、獅子たる親王、王のことを、若宮と呼ぶ慣習があったが、現憲法下では、この故障はほとんど用いられない。なお、 政府による、正式表記では、ともひと新に限らず、皇族に、宮号が冠されることはないため、それらの告示が掲載される官報での表記は必ず、ともひと新とされ、三笠宮が冠されることはない。しかしマスメディアでは、分かりやすさを図るために、三笠宮家のともひと様と報道されることがある。なお、三笠宮本家からは独立の政形を営んでおり、 ともひとが当主を務める、ともひと家として、他の三宅に順ずる扱いを受けていた。親王の皇居に伴い、当主不在の状態が続いていたが、2013年6月10日に、宮内庁は、皇居に遡り、親王家を廃止すると発表した。従来の慣例では、ともひと新妃信子が当主を継承することになるが、長年別居が続いており、 新王の皇居後も二人の娘たちと同居していなかった。ともひと新能帝の名称も、三笠宮東帝と改称された。2003年3月7日、高輪プリンスホテルでの公演にて2005年10月27日、第60回国民体育大会閉会式にて、平成時代に入り憲法上の制約もあり、天皇及び皇族が、女系天皇の是非について、 自らの意見を公にする機会は限られている。友人親王は、自身が会長を務める、福祉団体、柏友はとも会の解放、ザ、トドで、あくまで公なものではない主的な見解と前置きした、上で、女系天皇についての見解を表明した。この機関紙は市販されていない。この中で、女系天皇に明確に反対し、旧皇族の功績復帰などを求めた。 友人親王は、歴史と伝統を、平成のお世でいとも簡単に変更してよいのかと、女系天皇を容認する意見を批判し、また、万世一系、125代の天使様の高等が、貴重な理由は、神話の時代の初代、神武天皇から連綿として一度の例外もなく、断景で続いてきているという厳然たる事実と、主張した。友人親王は、 男系継承を維持するための方法として1947年に功績離脱した旧皇族の功績復帰。女性皇族に旧皇族から養子を取れるようにし、その人物に皇位継承権を与える。廃絶になった秩父の宮や高松の宮の妻子を旧皇族に継承してもらい、宮家を再興する。昔のように側室の制度を復活させる。 自分としては大賛成だが国内外ともに今の世相からは少々実現性が乏しいと思うとも述べたを挙げた。その上で陛下や皇太子様はご自分たちの家系のことですからご自身で発言されることはお出来になりません。国民一人数とが我が国を形成する民草の一員として 2665年の歴史と伝統に対しきちんと意見を持ち発言をしていただかなければ、いつの日か天皇はいらないという議論にまで発展するでしょうと結び、女系天皇容人の動きに反対する意見を述べた。また、2006年1月3日付の毎日新聞、雑誌、文芸春秋2006年2月号のインタビューでも同様の見解を表明している。 ことに後者では、小泉純一郎首相や有識者会議が、女系天皇容認の方針なのは、天皇陛下の内意を受けてのことではないのかという、噂について、ご本人に直接確認してはいないが、あの慎み深い陛下が、女系天皇や、長子優先継承に賛成なさるはずはない。噂は、事実無根の憶測だろうと天皇の死にを忖度した。信子との間には、 次女がいるが、男子はいない。上述の通り、当主、ともひとの皇居を根拠に、ともひと家は廃止され、ともひと妃、信子並びに、秋子女王、陽子女王は、三笠宮家の一員となっている。1950年頃、左から友人、ともひと母、ゆり子妃、弟、義人親王姉、康子内親王ありがとうございます。